風の伝説ザナドゥーツおまけシアター、衝撃の告白、ダイモスのバースデイ。本当に大きなお城ですね。迷ってしまいそうです。うん、そしてこのバカでかいイシタリア城の主が何を隠そうここにいるアリオスなんだぜ。ああ、すごい方なんですね、アリオスさんって。そんなことはないさ。それにリュコス、私は王になるつもりはない。まだそんなこと言ってる。女神イシタリが世界を去った今、この世界にはいろんなことに優れていて、なおかつ辛抱の厚い指導者が必要なんだ。アリオスを置いて他にそんなやついるか。しかし、あら、ヴィランさんだわ。それにソフィアとメディアお姉様まで。何やってんだあんなとこで。おーい、どうしたんだい？あれあれ、あれはダイモスと、隣にいるのはプロスタさんみたいだけど。そうよ、私たちパルティアから一緒に来たの。ダイモスにプレゼントを渡しに。ダイモスにプレゼント？何をおっしゃっているのです。今日はダイモス殿の誕生日ではありませんか。あ、そういえば、あのプロスタさんって、ダイモスの奥方というとあいつに叱られるかな。3年前に結婚式を挙げたんですって。やむを得ない事情で仕方なかったってお兄ちゃん言ってたけど、プロスタさんってとっても素敵な人だわね、ヌース様。ヌースにリュミナまで。もう、静かにしてよ。何言ってんだか全然聞こえないじゃない。かたじけないプロスタ殿。私の見立てたお洋服なのでお似合いになるかどうか分かりませんけど。いえ、とても嬉しいです。誕生日にプレゼントを、それも女性からいただくなんて何年ぶりのことか。いつもこの日は遠征先なもので。でももう遠征されることもありませんのでしょう。ええ、アリオス様が邪神を倒されたことにより、この世界に二度とモンスターが現れることはないでしょう。真の平和が訪れたのです。今度はその平和な世界でダイモス様は何を築き上げるおつもりなのですか。え、それをこの私に手伝えとはおっしゃってはいただけないのでしょうか。それはパルティア神殿にいらした時にも申し上げたはずですわ。私は今でもダイモス様の妻のつもりでおりますと。プロスタ殿。ダイモス様。そうよ、そこよ、そこでキュッと抱きしめて熱い口づけを交わすのよ。ソフィア様。うん、じれったい。男ならそこでガバーッと押し倒すくらいの解消がないと。押し倒す？押し倒してどうするのかしら。よし、これで邪魔なダイモスは片付いたぞ。もうあいつの目を気にすることなくリュミナと。ほらほらほら、早く。静かにしてって。ダイモス様。すまないプロスタ殿。しかし、私はあなたと結婚することはできない。どうしてです？ダイモス様、私のことをお嫌いですか？そんなことは。だったらなぜ？訳を教えてください。私の気持ちは3年前のあの時に決まっていました。たとえ仮初めの結婚式であっても、いつかあなたのもとへ嫁ぎたいと。実は私には心に決めた人がいるのです。何ですって？何？アリオス様、これはどういうことなのです？ダイモスはプロスタ殿のことを思っていたのではなかったのですか？
そんなはずは。ここ数年ダイモスとはずっと一緒に旅をしてきたけれど、プラスタさん以外には、それに親しい女性もここにいるソフィアたちぐらいで。ということは、じゃあきっとこの中にいるのよ。お兄ちゃんが心に決めた女性が。ありえないことではありませんな。私は違うわよ。私はアリウス一筋だもんね、アリウス。あ、ちょっとビューラー。あ、何してるのよビューラー。私のアリウスに抱きつかないで。いつからソフィアのものになったのよ。あ、わかった。きっとダイモスが好きになった人ってソフィアのことじゃない。え、そんなことは。だってダイモスさんも私の気持ち知ってるはずだし。確かにダイモスがアリオスの恋人を横取りするとは思えないしな。ちょっとリュコス、そのアリオスの恋人って何よ。アリオスの恋人って、リュミナは妹だから論外だし。まさかメルティナさんとか。え、そんな困ります。私にはリュコスさんがいますし。でもダイモスさんってたくましくてかっこいいですよね。ああ。二人の男性を天秤にかけるなんて、私っていけない女ですわ。あのねメル、やっぱりメルティナさんとも思えないな。となると残ったのは、え、あのまあ、そうだったの。メディアだったのね。そうよ、どうして気がつかなかったのかしら。年齢的にもぴったりだし、おまけに剣士と騎士とじゃこれ以上ないってくらいの組み合わせじゃない。おっと、こいつはイシタリア最強カップルの誕生か。 いえ、そんな。ダイモス殿を一人の男性として意識したことはございませんし、やはりどちらかといえばランディス殿の方が。第一、ダイモス殿だってそのような素振りは。よかった。私メディアには絶対幸せになってもらいたいってずっと思ってたの。まさかダイモスさんが。本当によかったわねメディア。そんなソフィア様。それでダイモス様が心にお決めになった方というのはどなたなのですか。衝撃の告白ってやつだぜ。ダイモス殿。言えません。いくらプロスタ殿にても。なぜです。言えないのです。口が裂けても。それだけは。ダイモス様、許してくださいプロスタ殿。たく男らしくないね。無敵将軍の名前が泣いてるよ。好きなら素直に告白しちゃえばいいのに。でもそういう時のためにあたいがいるんだよね。よーし、ぐるるるるるぐるるるる。ダイモス様、どうなさったのです。私が愛しているその人の名は。ダイモス様が愛されているその人の名は。我が主アリオス・アレクトル様です。アリオス様。え、ダイモス。アリオス様。もうダメだ、もう隠しきれない。黙っていても全身の毛穴からアリオス様への思いが溢れ出してしまいそうだ。好きだ、大好きだ、アリオス様、アリオス様。待て、ダイモス落ち着け。とても残念なことだと思うが、私にはそういう趣味はない。アリオス様。いかん、完全に頭に血が昇ってる。みんなアリオス様をお守りするんだ。ん、邪魔する気か。どうだ。
参りましょう、アリオス様。参りましょうって、どこへ。バカのバカ力が。おい、みんな追いかけるぞ。あ、見て、ローランディア号が。アリオス、アリオス、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん。ゾビア、ピオラ。参りましょう、アリオス様。世界は広い、誰も来ない、誰も知らないところへ。そこでアリオス様と私、二人きりで暮らすのです。そんなのやだよ。助けて、ヌース、リュコス、メディア。その後、アリオスがどうなったかは誰も知らない。愛の形にもいろいろあるってことなんだね。でもでも、あたいの祝福でダイモスが幸せになれるんだったら、これでよかったのかな。だって、あたいはバースデーの精霊なんだから。二人とも、お幸せに。そんな無責任な、おい、クルル、クルル、あ、これダイモス、そんなこと。